今回はヘリを操縦するときに必要となる知識であるクロスカップリングについて説明します。でクロスカップリングっていうのは一つの操作が他の舵に影響することというのが定義なんですけれども、まあ、正直言って、まあ、ヘリというのは例えば一つの操作を、まあ、例えばサイクリックだけ動かす、それからまあこれラダーだけ動かすとかですね、まあ、グレップだけ動かしても他のものにも思いっきり影響するんですよね。で、まあ、シングルローター式、シングルローターのアンチトルクがテールローターの、まあ、通常のヘリは、まあ、実際に両手両足を常時動かし続ける感じで、もうほとんど無意識に、まあ、このクロスカップリングに対する、まあ、操作っていうのを行ってるっていうのは 現状というかですね、それが必要なんですね。そうじゃないとうまく操縦できません。で、まあ、クロスカップリングっていっぱいあるんですけれども、まあ、この3つを今回は説明します。1個目はコレクティブからサイクリックの縦ですね。要するにコレクティブを上げると、まあ、頭が下がるってやつですね。あとはコレクティブと横、それからサイクルの縦、サイクルの横、つまりまあ前横ですね、前後と横ですね。そのあたりを説明してみたいと思います。でまず前提なんですけれども、まあ、今回の説明は上から見てローターが左回転のヘリを前提としています。まあロビンソンとかベルとか、まあ、通常のアメリカ製のヘリってのは全て左回転です。まあ、A350H125 とかカブル G2 とか、まあ、フランス製は逆なんですけど、まあ、あの理論的にはまだあの同じ理論としては全く同じなので、まあ、ちょっとひっくり返るものもあるんですが、まあ、理屈は一緒です。じゃあ1個目です。で1個目はコレクティブからサイクリックの縦ですね。つまりコレクティブを上げると頭が上がる、でコレクティブを下げると頭が下がります。でこれ結構顕著に出るんですけれども、まあ、速度にも影響されて、まあ、速度が速いほど強いです。で、まあ、逆に速度ゼロのホバリングでは起こらないんですね。で、まあ、これ、まあ、どの速度でも起こるし、巡航中にちょっとコレクティブを上げると、まあ、確かに頭ちょっと上がるんで、まあ、常時、まあ、感じるのは感じるんですけど、最もこれが顕著に出るのは、オートロのエントリーですね。オートロっていうのは、まあ、80ノットとか90ノットとか、まあまあ、速い速度でコレクティブを一気に下げます。もう、フルダウンまでいきます。まあ、そんな操作っていうのは、実際オートロエントリー以外ではほとんどないかなと思うんですが、まあ、その時にはもうめちゃくちゃ頭が下がるんですね。ぐわっと下がります。なので、そのままやると思いっきり突っ込んでしまうので、もうかなり右後ろにぐーっと引かないと、支えられないんですね。まあ、実際にはオートのエントリーっていうのは、ちょっと頭を上げ気味にして、エントリーして、ピッチが下がる、まあ、ピッチというかですね、コレクティブのローターのピッチが下がって、まあ、降下に入るんですが、その間ちょっとこう、速度を犠牲にして支えるんですね、高度。で、そのためにも、さらにアフトサイクルが必要になるので、結構低いような感じになります。でこのクロスカップリングを説明するにあたって、まあ、揚力の説明っていうのはもう絶対に必要なので、まあ、ちょっとこれだけ説明させていただきます。で数式出てきますけれども、もう概念のみ理解すれば十分です。でこれが、まあ、非常に有名な、まあ、これを理解してなかったら航空機は、まあ、飛ばせないと思いますが、揚力の式です。で揚力 L リフトですね。リフトは、まあ、2分の1に空気密度をかけて速度の2乗をかけて翼面積かけて最後に揚力係数、こうエフィシェントオブリフトですね。こういう風になってます。で、まあ、空気密度は高度が高いと下がるし、それからまあこれは速度ですね、まあ、これは大気速度ですね。でこれ2乗なんで非常にまあ影響が大きいです。あと翼面積はね、まあ、可変翼とかあったら別ですけど、普通の翼だったら一緒なんで変わらないと。でこれは揚力係数で、これは後で説明します。でこれ丸覚えする人は全然なくって、まあ、空気密度に比例、速度の2乗に比例、揚力係数で変化ぐらい覚えておけば十分です。まあ、特にこれですね、速度の2乗に比例が特に今回は非常に重要です。じゃあ CL 揚力係数の説明なんですけれども、これはパイロットハンドブックエアロノーティカルノレッジから取った図ですが、まあ、こちらに鋭角、まあ、AOA を取ってます。アングルオブアタックですね、まあ、AOA って言いますけれども AOA を取って、でこっちに CL です。これドラックって書いてますか、実際 CL です。で CL 取ってます、これですね。で基本的にはCL は AOA に比例します。だから鋭角をずっと上げていくと、外角を上げていくと、まあ、ここまではずっと上がり続けるんですね。でほぼ比例です。ただクリティカルアングルオブアタックっていう、まあ、のがあって、この CLMAX のここなんですけど、ここを超えると失速して一気に落ちると、でドラッグもガーッと増えるということが有名な話です。だから要するに、まあ、ピッチというかですね、まあ、この話はヘリの場合は、まあ、メインローターのピッチってことになると思うんですが、まあ、正確には違いますけどね、まあ、ピッチということに、まあ、大体なると思うんですが、それに揚力係数は比例すると。だからピッチ上げたら揚力係数が高まるんで、揚力も高まりますということですね。まあ、ちょっと戻ると、もう一回確認すると、まあ、リフトは2分の1に空気密度、速度の2乗に、まあ、翼面積に CL、まあ、実際に変わるのはこことここというふうに覚えてもらったら、まあ、間違いはないかと思います。
で実際にヘリが前進飛行している、まあ、これホバリングしている時にはこのクロスカップリング起こらないんで、まあ、それを無視して、まあ、あのヘリがこう普通に前進飛行している時を考えます。上から見た図です。でメインローター左向きにこう回りますので、こっち側がですね、まあ、前進側って言います。こっち側は後退側です。まあ、当然ですね、メインローターがこう回ってるんでこっち側は前進してるし、こっち後退してます。なのでメインローターの待機速度っていうのはこの前進側と後退側では違います。でもちろんあのその位置でも違う。多分ここで今話している前進側が一番顕著に出るのはこの真横だし、後退が一番顕著に出るのはここだし、この辺りではこうそれがまあ安分されて、まあ、この辺りでは速度はあの回転速度と同じということになります。ただまあ、 あの分かりやすいようにこことここを取るんですね。そうすると、まあ、前進速度がこういう速度だと当然こうなります。で回転速度はこれ、こっちはこっちということは、あの前進側ではこれとこれ足してこうなります。で後退側ではこれからこれを引くのでこうなると、まあ、これはプラスになってます、まあ、マイナスですね、こうなってます。だから全然そのローターの待機速度がこことそれからここでは違うということになります。まあ、これを覚えてもらう、あのこの思い出してもらったらと思うんですけど、これによって揚力の差が生まれます。でまあ通常の前進速度をこれをまあどう保証してるのかっていうと、まあ、フラップアップとフラップアップダウンとかで保証してるんですけど、ちょっとその話はちょっと話とそれる、今回の話とそれますんでちょっと省略します。で今こういうふうに出したんですけれども、実際のまあメインローターの速度と機体の速度がどれぐらいなのかという話です。で R44 ではあのパイロットオペレーティングハンドブックに書いてあるんですけど、メインローターの先端速度チップスピードは700コピーフィートパーセカンドです。でこれノット直すと418ノットですね。まあ、これ774キロってことで、まあ、マッハ 0.6 とかそんぐらいですよね。まあそのマッハは音速は気温とか圧力によって変わってくるんであれですけど、結構速いんですね。でこの時に機体の速度が例えば100ノットですね。まあこれはあの最長航続距離の速度で、まあ、いわゆる基本速度と言っていいと思うんですけれども、そうなると前進側のメインローターの待機速度は518ノット、まあ、つまりこれに100足してるだけですね。で後退側は100引くことになるので318ノットということです。まあ、実際にはもっと速く飛べますんで、まあ、最高速域ではまあさらに違うということになります。ということで、今の速度を前提にしてこれを見ていただいて、それでまあこういう風になっていると。でこっちはメインローターの待機速度が速くて、こっちは遅いってことになります。でここでコレクティブをまあこういう風に通常普通に前に飛んでる時にコレクティブをまあ上げるということになります。でコレクティブっていうのはまあどの位置でも上がるんですね。サイクリックっていうのは位置によって変わるんですけど、コレクティブはあの基本的には均等に上がります。どの位置でも同じだけメインローターのピッチが高まります。となると、まあ、全方位で、まあ、外角が上がるので、結果として CL は全てのところで上昇します。ただですね、この V がですね、速度によって待機速度が全然ちゃうわけですね。なので、でこれは速度の2乗に比例するんで、あのこっち側では前進側で揚力が大きく上昇。つまり CL の上昇が両方とも同じだっても、こっちの方が大きく上昇します。でこっちも上昇するんですけど、待機速度が低いのでちょっと上昇ですね。ということはこっちで上昇が大きい、こっちで上昇が少ないとなると、こっちの方が揚力の増加が大きいんですね。となると、まあ、つまりこの右側が、まあ、上がって左側が下がるんですけど、実際にはジャイロ再差、まあ、ジャイロスコピックプリセッションというものがあって、まあ、この回転するものっていうのはあの力がかかったところから90度遅れて反応します。ということでこっちが上がる、こっちが下がるんですけど、実際にはここが上がる、こっちが下がるってことになる。だから結果的にはノーズが上昇するんですね。まあ、このジャイロスコピックプリセッション、ジャイロ再差についての説明もちょっと省略します。これかなり理解しにくいあの現象だと思いますけれども、まあ、これはですね、回転、まあ、あの核運動量の保存というか、まあ、あのニュートンのなんとか法則で、あの動いているものはそのまま動くようになるっていうのが、それをまあ回転するものはただその場でその、まあ、その法則がまあ動、まあ、機能するとかね、そんな感じです。ちょっとこれはちょっと口ではパッと説明しにくいんですが、実際には非常にまあ理解するのが重要なことです。で次クロスカップリングの2番です。でこれはコレクティブからの用、まあ、つまりラダーですね。まあ、これはコレクティブ上げるとパワーが上昇しますね。まあ、コレクティブ上がると、まあ、正確にはこの間にもあって、コレクティブ上げるとあの芸角が上がりますんで、パワーが必要になって、スロットル開いてパワーが上昇すると。そうするとハントルクが上昇するんで、まあ、右向くんですね、ハントルクで。ただまあ高速の時は垂直尾翼で相当保証されるんで、あんまり目立たないですね。あんまり気にならないかなとは思います。で次クロスカップリングの3です。でこれはサイクルの縦からサイクル横に、クロスカップリングが起こるというものです。
でまず、まあ、具体的にどういうことかというと、まあ、例えば右のサイクリックを当てますよね。右に操縦桿傾きます。そうするとローターディスクが右に傾きます。でそれに伴って胴体も右に傾きます。まあ、これも、まあ、あの前関節型あるいは無関節型とそれから、まあ、ロビンソンのようなシーソー型ではちょっと違うんで機構がちょっと違うんですけれども、まあ、とりあえずローターのディスクの傾きが胴体に伝達されると。そうすると、まあ、胴体右に傾くんですけど、まあ、慣性がありますんでそのままさらに右に傾けるような力がかかります。でそれがローターに伝わるんですけれども、と右にローターが右に傾くような形になるんですが、それがちょうどジャイロ差異差で頭が下がる方向に、つまり右が下がるのが頭が下がる、前が下がるように変換されて90度遅れて反応してそういう風になります。つまり右に切るとこっちを下げる力が働くんですね。つまりローターが下がって胴体が傾いて、それをあの反作用が、反作用じゃなかった、その慣性が戻ってくると。そうするとこれが下がる力が働いて頭が下がるということになる。ということで、サイクルを右に切ると頭が下がるし、左に切ると頭が上がるんですね。なので、まあ、水平に曲がりたいんだったら右に切るときはちょっと右後ろに切る感じですかね。で左に切るときは左前に切るって感じになります。でちょっとですけどね、確かに感じます。ただね、これもね、慣れてくるとっていうかですね、もうほとんど無意識に保証してるので、あんまりこれを意識するっていうのはないんですけど、まああのまあ、トラフィックパターンで例えば右回りですね、左がパターンだった場合にレフトパターンの場合、あ、ごめんなさい、ライトパターンの場合には、まあ、常に右カーブなんで、右コーナーなんで、どうしてもこう突っ込みがちになって、まあ、速度が上がるとかそういうことが起こりやすいので、まあ注意ですかね。